ドコモプライムシリーズ P-01A はパナソニックモバイルコミュニケーションズが開発した NTT ドコモの第3世代携帯電話端末である。ドコモプライムシリーズの端末。これまで NTT ドコモはハイスペックモデルには90歳シリーズ、ローエンドモデルには70歳シリーズなどと機種ランクをつけた。しかし7シリーズのハイスペック化によって9シリーズ7。 シリーズの格差がなくなりかけてきたため、ランクごとに品番分けを止めコンセプトごとに分け品番は分けないという方式を取り入れた第一弾である。仙台騎手は P906i。P906i 同様に W オープンである。無論、ワンプッシュオープンボタンも引き継いでいる。W オープンスタイルを継承しつつ、縦に開けると通常のキー表示と横に開くと横線用の キー配列が変化する新機構、にウェイキーを採用した。このニウェイキーは逆ヒンジを採用したことでこの仕掛けを利用し、表示方法は電子的に切り替わるのではなく中のキーシートを引っ張るようなギミックな作りになっており、縦に端末を開けると通常の文字キーが表示され、端末を閉じた状態で横に開くと横向き用の文字キーや入力キーに変化する。なお、 閉じている状態ではすでに横画面用の文字になっており、縦に開く際に切り替わる様子が確認できる。キー配置は従来のパナソニック製のものとは異なり、ドコモ共通のものに変更された。デジタルオーディオプレイヤーは SDO オーディオで約108時間と NTT ドコモ及び日本国内で発売された携帯電話機で最長の再生時間となっている。 これまでの P シリーズに搭載された重低音技術 SXBS から変わって DDOC にも搭載されている高音質技術 HBase を搭載しさらに迫力感ある重低音再生が可能。ドコモの端末としては初めて 16GB のマイケロス THC カードが公式に動作確認されており、 これは同時期に発表された端末の中で唯一無二であったが、後に SH-01A でも動作確認された。P702ID 以来となる光ドロップスを搭載している。本機も含めてドコモの2008年冬モデルからワンセグ対応端末であればホーマーカードを未挿入状態でも視聴及び録画が可能になった。また本機では他にも同じく従来は ホーマーカードがなければ使えなかった。ミュージックプレイヤーなども使えるようになった。ドコモによれば、端末は購入者個人の所有物という概念で、当時のユーザーの要望やニーズに鑑みて2008年冬、モデルから制限を外すことになったとのことである。P シリーズとしては初めて n 8 5 0メガヘルツローミングに対応した。PE モードのメールは Web メールとなる。 2009年1月27日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2009年4月23日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2009年10月15日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2010年3月25日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。 2011年5月26日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた P-01A のソフトウェアアップデート情報。ありがとうございます。